こんにちは、ウォッチ買取応援団です。本日はパネライルミノールマリーナ PAM00722 の実機レビューをお送りしていきます。ルミノールの登場は1950年、第二次世界大戦で使用された同ブランド製ラジオミールの改良版として誕生しました。今回ご紹介するモデルは 42mm 系のステンレスチールケースに同じくステンレスのブレスレットを組み合わせたバリエーションです。実際の戦場では使われることがなかった作品、しかしラジオミール同様タフな状況下においても使用可能な丈夫な作りが特徴です。アイコニックなリューズガード一体型のケース、一目でそれとわかる文字盤デザインにぜひ注目してご覧ください。ウォッチ買取応援団では時計にまつわる動画を日々お届けしております。チャンネルの再生リストにまとまっていますので、そちらもぜひお楽しみいただければ幸いです。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。では早速機能面から見ていきます。基本機能はセンターに時分針、9時1に秒針、3時1に日付表示、リューズはレバーによって固定されており 100m の防水性能を有しています。搭載されるムーブメントはスイスヌーシャルテルの自社工場で作られたマニファクチュールキャリバー P9010、 振動数は毎時 28,800、 パワーリザーブは72時間、長針の調整のほか短針のみ1時間ずつ動かせる機能がついています。時差がある場所へ移動した際素早く調整ができる、また夏時間冬時間がある地域においても非常に便利な機能です。長針調整時にはハック機能といって秒針が止まるようになっていますので、秒単位での時刻合わせも可能です。キャリバー P9010 の自動巻き口は両方向巻き上げ式、外周部分にレールが設けられており、少ない動きでパワフルにゼンマイを巻き上げる構造になっています。地金は厚くしっかりとした作り、テンプを支えるブリッジ部分も両方向から支える作りになっています。見るからに丈夫そうな機械ですね。続いて外装デザイン、ケースサイズは 42mm 幅 13mm 厚、パネライといえばデカ厚ですが、このモデルは一般的なダイバーズウォッチのサイズ感です。ケース素材は AISI316L ステンレス、堅牢であり耐食性にも優れた素材です。イタリア海軍特殊潜水部隊のように過酷な使用条件においても耐えうる性能、また金属アレルギーにも配慮された肌に優しい素材でもあります。デザインとして特徴的なのはやはりこのリューズガードですね。クッション型のケースから半円形に競り出したデザイン、同ブランドの兄貴分ラジオミールとはっきりと区別できるポイントかと思います。ラグはケース一体型1950ケースと呼ばれる仕様です。ブレスレットもケースと同じくステンレスチール製、リューズガードのデザインを連続的につなげたような、こちらも非常に目を引くデザインですね。バックルはワンタッチ両開きタイプ、操作性は非常に軽やかです。そしてもう一つ特徴的なのは文字盤、夜光をたっぷりと塗った裏地にインデックスを型抜きした表地を貼り合わせたサンドイッチ文字盤、深夜の海中で使用することが目的だったため暗闇でもはっきり見れるようにとこのような構造になっています。ちなみにルミノールというモデル名、パネライが特許を持つ夜光塗料の名前に由来しています。メタルブレスレットのパネライ、マリーナというコレクションにしか展開されていないので、レザーやラバーほどつけている人を見かけないかもしれませんね。人と違ったパネライを選びたいという方にもおすすめできるモデルです。42mm 系なのでビジネスシーンでも使用可能なサイズ感かと思います。厚みがあるのでシャツにかかったりというのはありますが、大きくコーディネートの邪魔をしてしまうということはないかと。そして意外にも細身の方でも違和感ないんですよね。むしろ力強さをプラスしてくれるので、より頼もしい雰囲気を演出してくれます。パネライの時計食わず嫌いの方、ぜひお店で試着してみてください。鏡を見て驚かれることと思います。以上、本日はパネライルミノールマリーナ PAM00722 のご紹介でした。気になった方はぜひパネライのお店で実物チェックしてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。
よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。